すごい説明ありがとうございます。あの日本テレビドラマ制作部の村瀬健と申します。あの今一瞬馬場さんが総合演出って言いましたけども、僕総合演出法ってして、あのそんな多分役職ないんですけど、下3文字は演出法っていうのは AD ですから、要はあの土屋さんのもとで今回ちょっといろいろやれればなと思いました。であの本当にあの僕の多分今回役割は、先ほど土屋の方から説明があっても多分皆さんよくわからないと思うんですけど、この企画僕自身も最初土屋からあの社内同じなのに僕も実はあのダスベーダーの音が鳴って、いきなり土屋さんから呼ばれて、ちょっとこういうのやるんだけどさって言われて始まったところから、まあ、あの参加させていただいてるんですけど、多分あのドラマって今いろんな形でやってきて、もう本当に成熟してきたメディアだと思ってるんですけど、あのなんか先ほど小山さんもおっしゃってましたけど、土屋さんがやってきたのはいろんなものをぶっ壊して新しいものを作ってきたと思うんですが、今回はまああのブログを使ってというよりもドラマの新しい形をお見せできるんじゃないかなと思って僕はワクワクしてます。あの先ほどご説明もいただいたんですけど、あの僕去年14歳の母というドラマをプロデュースした時に、あのブログは特にやってなかったんですけど、掲示板に本当にものすごい量 の, あのご意見、まあ、批判がすごく多かったんですけど、そういうのをいただいた中で、まあ、あのドラマは全然今回とは違うんですけど、産むか産まないかっていうことを最初のきっかけで、あのぜひ世に問うてみたい、中学生が妊娠したらどうすればいいかってことを問うドラマにしたかったので、ものすごく多くのいろんな方がご自分の意見であったり経験を話してくださって、それをやっぱり僕一つも残らず全部読んで、あのもちろん制作者としてあの結末は決めていたし、ストーリーは決めていたんだけど、それでもやはりあの視聴者の方の意見というのにこう揺れた部分がすごく自分の中であって、いろんな意見を聞いてすごく受け止めて、それこそたった一人の意見でもすごく説得力があったら、あのこういうことを実際に中学生で妊娠した方は思ったんだというようなことを実際台本に反映したりとかいうことをすごくしました。そんな部分を今回土屋と話をして、まさにそれを逆手にとって、例えばラブストーリーでどんな男と一緒になったら幸せになれるのかとかいうことを主人公が考えるときに、みんなの経験を生かしてそれをラストに向かって反映させるところか、そこから物語を作っていくというリアルタイムで同時進行にやるというドラマは多分今までなかったけど、これだけインターネットが普及した今ならできる新しい形ができると思ってまして、そういう意味で本当にあの破壊どころか新しいドラマの姿を想像できるんじゃないかとワクワクしております。でしかもあのドラマの私から見てもあの最強のキャスティングでりょうさんがミを演じていただけるということになったので、本当にあのネット界だけじゃなくあのテレビ界だけで本当にドラマの世界から見ても注目すべきコンテンツになると思いますので、ぜひそのあたりをあの楽しみにご覧いただければな、しかも参加していただければなと思います。よろしくお願いいたします。